礼するよ。この男の名はラカン、軍師をやっている。どうやら突っかかってくる理由は馬をも下女にしたことにあるらしい。青い装備ですか。目の覚めるような青い花びらが美しくてね。無理だろうか。逃げているだけも腹立たしい。いけすかない奴に一泡吹かせるだけだ。これで舞台は整った。生まれた時から多くの人間の顔は碁石のようにしか見えない。記憶の中のつまべにはうっすら染まった宝泉下の赤。次はいつ来られますか。身請け話が破談になったとフォンシェンから文があり。なぜ気づけなかったのか。少し考えれば分かったはずだ。信用と価値が地に落ちた義女がたどる末路を。バカな。